はい、皆さんこんにちは。今回からですね、勉強会は3回シリーズをしたいというふうに考えています。で、本来この勉強会ってもともとどういう形でできたのかっていうと、いわゆる言葉の発達とか認知の発達とか、それこそ子どもの発達とかね、いろんな、逆に言うと、気にならない子どもなんていうのはなかなかいないわけなんですけれども、広く子どもたちのね発達を上手に支えていくためにはどうしたらいいのかっていうのを、専門的な用語を抜きにして基本に忠実に分かりやすく、そして今いろんな研修コンテンツあるけれども、みんなが一緒にこう勉強会に寄った形で、なので、展開していこうっていうようなところで、もともと我々がやってた勉強会を広く公開して、作ったというか展開しているのがこちらの勉強会のシリーズなんですけれども、今回からのその3回のシリーズっていうのは、その基本に立ち返って教えて〇〇先生シリーズっていうのをやろうっていうことになりました。で、よくある、本当にもう今更人に聞けないとか、今更確認できないとか、聞いたら恥ずかしいかなって、全然そんなことはどんな場合でもないんですけどね。っていうような事柄を、トピックスを3つに分けて、みんなでディスカッションを深めていこうっていうような会にいたしました。3回のテーマも決まっているので、先にそちらの方をちょっと発表させていただきたいと思いますが、その前にちょっと登壇者を紹介をしたいと思います。というか、いつものメンバーなんですけれども、一応、司会とコーディネートをさせていただきます。川崎です。よろしくお願いします。先生どうぞ。はい、大阪医科薬科大学 LD センターの奥村です。よろしくお願いします。先生よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、長崎大学の荻野です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そのね、先生方この3回シリーズっていうことはね、これ以外の、勉強会のメンバーともいろいろ話して決めて、まず1回目がやっぱりね、奥村先生喋っていただこうというようなところで、最近やっぱりそのもう色能とかビジョンセラピーとか分かったようで分からへんしって言って、それこそ何かこうね、いろいろやってると好きな人は好きなんだろうなみたいなイメージもあるけれども、何でもかんでもビジョンセラピーみたいなようなものに批判とかもあったりとかもして、で、とりあえず、何でもかんでもこれやっとけばいいよっていうのはビジョンに限らず僕は嫌いですけれども、でも一応ちゃんと一から理解しようっていうようなところで、教えてよ、今日は奥村先生、ビジョンセラピーって何っていうのを1回目、で、昨今あるですね、いろんな学校の先生なんかもおやりになられてる場合多いですよね、で、多分おそらくまがいものとなんちゃってと、いわゆる王道とみたいなようなところを誰が聞いても明確に分かるように、今日奥村先生がお話していただけるというふうに思っておりますけれども、先生よろしくお願いします。これがね、第1回のシリーズで、その次は昨今やっぱり基本っていうことになると、いろんな知能検査や発達検査について、検査って何っていうのを本当に基本ので、またその検査を受けに行く保護者であったりとか当事者の立場に立ってっていうようなところで、一つディスカッションをしよう。セラピーでこういったものは鍛えないんですか？鍛えます。鍛える、はい、鍛えられるんですね。変化は出てきます。変化は出てくる、はい、何が、鍛えるっていう言葉が正しいかどうかは分からないですけど、変化は、ここの説明が多分誤解している人も多いし、っていうところですごくちょっと丁寧に説明していただきたいんですけれども、多分さっきの荻野先生の方で、要は不随なものは修行僧のようなことやらないと鍛えられないじゃないかっていう思いが多分あって聞かれたと思うんですけど、なるほど、そうするとでも随想と随的、要はこっちが考えて動かすところとつながってるから、最終的には正解の形にたどり着くという書き方をする子もいます。で、中にはこう、これ5個の四角で5個の長方形でできてるっていう見なすこともできるので、長方形を5個書くっていう子もいたりしますが、そういう部分のところに注目してしまったりとか、バラバラの線のところに注目してしまうっていう子どもは、なかなか
漢字の形が覚えられなかったりとか、子どもの小学校での読み書きの問題をどういうふうにみんなで見ていくかみたいなシンポジウムやった時に、ある先生にあの進歩、うん、あの話題提供をお願いしたら、私はビジョンだけやるのでビジョンの話だけをしますって言って言われて、辛いなと思って、はいはい、あの素晴らしい多分実践をやりになられてるんやろうけれども、うんうんうん、もし俺人 の, あのここに子どもは弱づけんなと思ってたのこともありましたけれどもね、うんうん、なんでビジョンは逆に言うとそういうふうに落ちやすいというか、多分これなんとかトレみたいなものと共通するところもあると思うんですけれども、はい、うん、なんですかね、やった感がやっぱりだこれは、はい、あの他にはない、そうですね、そうですね、でいわゆる本音でビジョンセラピーについて話し合う会になってしまったようなところもありますが、はい、これで一緒に理解を深めていただけたらなとも思いますし、また質問等とかね、感想等などもいただけるとありがたいと思います。今日勉強会はこれで終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、次回は、検査って何っていうのを教えて荻野先生で進めたいと思います。ありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。荻野先生、次回は奥村先生からのツッコミ厳しいよ、はい、よろしくお願いします、はい。